幕張高種は、室町時代前期の武将、千葉安種とも、第十四代当主、千葉万種への次男。京徳の乱に乗じて、千葉思想家を攻め滅ぼして十九代当主となる。下宇佐千葉郡幕張村に今を構えたことから、幕張と称した。また、千学終抜粋によれば、日立国の大乗万密機の養子になったという、京徳の乱において、 鎌倉久保、足利重氏と関東関連上杉氏が対立する。その結果、京都の室町幕府から指示された上杉氏の追悼を受けた重氏は鎌倉を追われて下宇佐小賀城に入り小賀久保と称した。そのため、下宇佐守護であった千葉氏のもとには、幕府と重氏の双方から支援の依頼が寄せられるようになる。老いの千葉氏当主だねじは、 幕府の依頼を受けて茂氏討伐に乗り出すが、高田根は茂氏支援を主張して対立する。これに、筆頭重心の地位をめぐる原氏と炎上寺氏の対立が絡んで家中は二分されることになった。京徳四年、原種房は、千葉種ただ、種の利府氏を井の花城に攻め、千田省へ追いやった。その後、出帰していた高田根もこれに合流し、千田省の多古城、 島城に立てこもる種子家不氏や炎上寺なお援軍に駆けつけた大城、大津義を攻め滅ぼした。これに対して、室町幕府の将軍、足利義政は、この乱を治めるため過人で、千葉氏の一族でもある、美の軍上郡氏の脇城主、東ず上縁を派遣した。上縁は、甲根の本拠たる幕割へ攻め入り、甲根は小弓、種棒は千葉へ、それぞれ逃れた。 高田根の最後については、上ズ八万の村田川で、上縁に打たれたとされるが不詳である。幕張コ田根首塚村田川に近い市原市八幡田の、無料寺に高田根、ね、種持不死の墓と伝わる、五輪塔が残されているほか、花見川区幕張町一丁目の大塚山に高田根の首塚がある。ありがとうございます。